世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日は夜川崎で集会を行ってからインターネット委員会などを経て今この場にいます。今日の聖書の歌詞は求めなさいそうすれば与えられますです。去年ですね、なんと私は19回ファーストクラスに乗りました。私がファーストクラスっていうのはその飛行機で一番良いクラスのことです。それは神様にファーストクラスに乗れるように祈ってませんねって言われたので、祈りましたらそれが与えられたのです。しかし今年になってですね、去年ほどはいかないだろうと思って私祈ってませんでした。そうしましたら神様に言われたんですね、祈ってませんね。それで私は祈り始めたのです。そうしましたところ、今年の末までに今のところ20回ファーストクラスに乗れることになりました。驚いています。祈っていない時は何も起こらなかったんですが、祈っていた時に噂が起こりました。また特に、私が感動したのは、スロバキアからポーランドに行く飛行機のフライトの中で、私の後ろにチームメンバーの若い2人の女性が座っていたんですね。私おかしいなと思ったんですね。なぜおかしいのかというと、私ファーストクラスですから彼らがそこにいるはずがありません。その次のポーランドから東京のフライトで、私はファーストクラスでしたが、彼らがビジネスクラスだったんですね。彼らは喜んでいました。広い座席と、それからあったかいパン、それから食事をするとき食器がガラスで来ると。それを見ながらですね、私は初々しい喜びを失ってしまったなと、こう思いました。しかしその時思ったんですね、どうしてこの2人がファーストクラスに乗り、ビジネスクラスに乗ってるんだろうと。彼らのチケットは格安のエコノミークラスのチケットだったんですね。そうしましたところ、一人の姉妹がブログに書いてありました。それは私の声、あの話を聞いてファーストクラスに乗れるように祈ったんだそうですね。主はその祈りを聞いてくださいました。祈りは聞かれます。どうぞ皆さん熱心に祈ってください。神様は私たちに最善を与えようとしますし、私たちが喜ぶことをしようとします。贅沢とか、あるいは私たちにマイナスになることは神様はなされませんが、神様は祈りを通して豊かな恵みを与えてくださいます。祈りないことは大きな損失です。熱心に祈ってください。どうもありがとうございました。